こんにちは、シグナルフラッグツイーです。今回は 3D プリンターにラズベリーパイを組み込みます。前回 RGB LED ストリップを光らせて 3D プリンターをゲーミング仕様にしました。 LED の見栄えは整えたのですが、ラズパイと電源が芋づるでぶら下がっています。邪魔なのでケースを作ります。大きな部品はラズベリーパイと電源です。フリーキャドでざっくり配置を決めて箱を作りました。ラズベリーパイの SD メモリーは抜き差しできるようにしたいです。それ以外は箱に入っていれば OK です。手持ちで余っていた ABS の黄色いフィラメントで試作開始。本番は黒いフィラメントで出す予定です。 ABS なので反りや積層割れを心配していたのですが、それなりにできるだろうと思っていました。底面をプリントし終わる頃、バチンという大きなイオンが聞こえました。プリント中に聞いたことがない音だったので、ベルトでも切れたのかと思いました。音の正体は飛ばされたクリップでした。 ABS の反りでビルドシートがベースから剥がれました。これは想定外。初めて使うメーカーのフィラメントだったので予測がつきません。本番用の黒いフィラメントで試作することにしました。 PLA なので熱に弱いのですが、60度以上で接触する部品はないはずなので使えるでしょう。 XY2 Pro の PLA でのプリントは安定感があっていいです。このフィラメントも初めて使うものだったので、最適なノズル温度もわからないのですが、問題なくプリントできました。 E3 のトゥインクル PLA です。キラキララメ入り。プリント結果も綺麗でいいフィラメントですね。でも今回のケースのような使い方だとゴミがついてるのかと思っちゃいます。ケースはここにつく予定。ぶつかるものはなさそうです。電線を中継するワンタッチコネクターが固定できるかを確認してます。部品取り付け位置を確認していきます。ネジの半径をいろいろ間違えていました。電源を乗せます。ラズベリーパイを乗せます。SD メモリー用のくぼみの寸法を間違えて乗りませんでした。2個目の試作。今度は大丈夫。ケーブル下の丸2つはスイッチをつける予定でした。 USB ケーブルがさせません。ここまで気づかないとは。 CAD の画面だと空間を広く感じちゃうんですよね。ケーブルの配置を考えると意外と余裕がないことが分かりました。電源が思ったよりでかい。なんと USB 端子の前に大きな空間を作ります。すると電源はラズパイの横に置くしかありません。ラズベリーパイを乗せます。電源を乗せます。今度はコネクターが窮屈になることはなさそうです。詰め込めました。USB ケーブルも余裕でさせます。
蓋を作ります。もうめんどくさくなっているので、蓋はただの板です。スライサーでトップとボトムレイヤーをゼロに設定し、インフィルのメッシュだけをプリントして空気が通るようにしました。3D プリンターへ取り付けます。固定用のネジを準備しています。ちゃんと入るか。フレームの溝へはまるガイドが少し太かったのを直し忘れてました。もうめんどくさいのでこのままなんとかいきます。ネジを締めて固定します。USB 電源ケーブルを取り付けます。3D プリンターへの USB ケーブルをつけます。蓋をつけます。これで完成。結構こだわった SD メモリーの溝、狭くて取れないですね。完成したゲーミング 3D プリンター。実際のところ LED が邪魔なので、取り外すか短くするかしたいです。当初 LED を裏側に設置して LED が直接見えないようにするつもりでした。でもヒートベッドへのケーブルがぶつかって裏に置けないんです。本日のビデオはここまで。よろしければチャンネル登録をお願いします。